日本の侵略的外来種ワースト100とは日本生態学会が定めた日本の外来種の中でも特に生態系や人間活動への影響が大きい生物のリストである。日本生態学会は2003年に創立50周年を迎えるにあたり外来種ハンドブックを記念出版することにした。その付録資料として選定されたのが本校に掲げた 日本の侵略的外来種ワースト100である。特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律、成立の前年にあたり、外来種対策に関する法体系が整えられていなかったことから、学会が提唱する生物多様性の保全を実現するにあたって、有効な外来種対策を実施するために優先的に取り扱うべき。 侵略的外来種への社会的関心を喚起することを目的とした。監修者はこのワースト100を仮のリストとして提示しており、今後は影響の大きさを科学的に評価、考察し、100種の枠にとらわれず、特に対策を優先すべきものを決定することを望んでいる。選定法は、ハンドブックの編集委員が担当分類群の中から、 特に影響が大きいと考えられる掲載種から候補を挙げた。候補は国内で影響が認められている種に限らず、海外で影響が知られている種、大きな影響が予測できる種を含め、必ず選定すべきものと選定することが望ましいものの2段階に分けていた。候補の合計は120種ほどになった。この候補から監修者の判断のもと、仮はアスと100を選定したという。 以下に指定された生物を列挙する。十種選定された。猫目が半数の五種を占め、牛目二種が続く。猿目、ネズミ目、ウサギ目各一種。なお、選定当時は日本に移入されたフイリマングースは、ジャワマングースの足とみなされていたが、後に別種と判明している。本校では選定当時のジャワマングース名義で述べる。爬虫類はカメ二種と、ヘビトカゲ各一種の、 計四種が選ばれた。三種選定され、すべてカエルである。炭水魚八種が選定されている。二十二種が選定された。蝶目二種、甲虫目六種八目二種、ゴキブリ目二種、ハエ目四種、カメムシ目四種、アザミウマメ二種。五種選定。ザリガニ二種か二種雲一種ダニ二種のうち草食ダニの、トマトサビダニを取り上げ、肉食ダニのミツバチヘキイタダニは、 寄生生物の項目に形状される。9種選定。陸生巻き貝3種、淡水巻き貝2種、淡水2枚貝1種、海水性2枚貝3種。関係動物タモールイケアリムシメカンザシ5回かの、重ねカンザシ1種が選定された。26種選定。すべて皮脂植物である。木本3種、双本23種。皮膚が最多の11種で、 イネか三種豆か二種が続く。緑草植物も青さもつないわずためイわずたかの一イ,イズタ一種が選定された。六種選定。線形動物三種、変形動物一種だに一種ウイルス一種。日本生態学会編日本生態学会アーカイブド2008年1月11日アットザウェイバックマシン国立環境研究所侵入生物。 DB アライグマのページ侵入年代、侵入経路欄参照。2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物、DB アライグマのページ影響欄参照。2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物、DB イノシシのページ繁殖生態欄参照。2018年5月27日閲覧。 国立環境研究所侵入生物 DB イノシシのページ地図参照2018年5月27日閲覧国立環境研究所侵入生物 DB 台湾ザルのページ国内移入分プラン参照2018年5月27日閲覧国立環境研究所侵入生物 DB 日本イタチのページ侵入経路欄参照 2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物 DB ヌートリアのページ地図参照。2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物 DB ヌートリアのページ影響欄参照。2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物 DB が微調のページ侵入年代欄参照。 2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物。DB カミツキガメのページ国内移入分プラン参照。2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物。DB ミシシッピアカミミガメのページ国内移入分プラン参照。2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物。 db ウシガエルのページ防除方法欄参照。2018年5月27日閲覧。国立環境研究所侵入生物。db ハット。国立環境研究所侵入生物。db アルゼンチンアリのページ地図参照。2018年5月27日閲覧。ゴーヤーの異常。ウイルスが原因沖縄県が発表。沖縄タイムス。 2017年12月21日閲覧。ありがとうございます。